皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は10月10日から10月16日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計12冊紹介していきたいと思います。10月11日、タリーズコーヒーのある時間 25th Anniversary Book が発売されます。タリーズコーヒーから25周年を記念して初の公式ファンブックが登場いたします。本誌だけの2大特別付録として、大人気イラストレーターモフサンドさんとコラボした限定デザインのミニブック型付箋と、1名から2名様のご来店でお好きなドリンクが2杯まで全サイズ 50% オフチケットが5枚も手に入るオリジナルインビテーションチケットついてきますので、こちらもお見逃しなく。10月11日、ブルボンから粉雪が舞い降りるクリーミーなパウダーケーキミルネージュと、1本でも満足できるサイズ感とこだわりの原料を使用した高品質な贅沢ラングロール、バタースコッチの甘美なコクとキャラメルの組み合わせがたまらない贅沢ルマンドバタースコッチキャラメルが発売されます。10月12日、スイートが発売されます。付録はドミーフィルフィガー、保冷保温機能付きランチトートです。ご覧ください。お弁当ペットボトルも入る便利なサイズのランチトートです。上部の巾着部分には今期から新たに登場するブランドの頭文字 T と H を組み合わせたモノグラム柄がプリントされております。そしてトミーの大人気定番アイテムであるショッパーバッグの形状をモチーフに作成されております。中を見ますと 350ml の缶が5本すっぽり入ります。キャンプなどに活躍しますね。また町広しによりパンやドリンクなどしっかり入るので、ピクニックにも最適なサイズ感となっております。そしてスイートは増刊号も発売されます。付録はトミーヒルフィガーボールペン2色&ペンケースセットです。超豪華文房具付録が登場いたします。ロゴ入りの2色のボールペンは細めのフォルムが上品です。またレザー調のペンケースはお仕事や勉強に必要なアイテムを持ち運ぶのにぴったりのコンパクトなサイズ感がポイントです。白のペンからは黒インク、赤のペンからは赤インクが出ます。ブランドロゴも入っておしゃれですね。ペンケースの中は通常号ランチトートの巾着部分と同じモノグラム柄となっております。さらにブランドのアイコニックなフラッグデザインがキュートな引き手となっていて、使いやすさも抜群です。10月12日、炭酸も OK フレッシュスパークリング真空断熱保冷保温ステンレスボトルブックアイスグレーバージョンとブラックバージョンが発売されます。こちらはローソンで販売されます。炭酸飲料を飲み頃の温度で持ち運べるアウトドアにもぴったりなステンレスボトルが登場いたします。スクリュータイプの蓋を採用し、開栓時にボトル内の炭酸ガスが自然に抜ける仕組みとなっております。もちろん炭酸以外の冷たい飲み物や温かい飲み物も約6時間飲み頃温度をキープ。女性でも持ち歩きやすい容量 400ml なのも嬉しいポイントです。10月13日、ダイムが発売されます。特別付録は USB カップウォーマーです。またまた魅力的な付録が登場です。こちらはコーヒー、紅茶、ミルク、スープなどを飲み頃温度にキープしてくれるカップウォーマーです。 USB 電源で容器を置くとすぐに保温開始してくれます。容器の重さを感じるスイッチ付きの安全設計なのも嬉しいですね。耐熱ガラス、陶器、ステンレス、哺乳瓶、缶、紙コップに使える優れものとなっております。10月14日、フィルムファーストアニバーサリーブックが発売されます。乃木坂46卒業生大園桃子氏が立ち上げたファッションブランドフィルムの1周年を記念した公式ブックが登場です。ポイントは手の中に馴染む丸みを帯びたフォルム、コンパクトに見えて最低限のアイテムがしっかりと入るサイズ感です。トレンドのグレージュカラーにゴールドの差し色で洗練された印象、女性はもちろん男性も持ちやすいカラーとなっております。また使い勝手のいい縦型構造でバッグに収納しやすいんです。ご覧のようにポーチ全体がガバッと開き、中身が見えやすいのでどこに何を収納しているのかがすぐにわかります。4つの内ポケットを装備し、 SD カードなどなくしやすいアイテムの収納に便利な小さめポケットもついています。
さらに内側にはペンやマスカラ、リップ、ルマンドの収納に便利なゴムバンド付き。おしゃれと実用性のどちらも兼ね備えたマルチポーチとなっております。10月15日素敵なあの人が発売されます。付録は曹操、高山寺、雲馬と長寿ギガ、ボールペン&ケース付き一筆線セットです。京都高山寺に伝わる国宝長寿ギガと人気テキスタイルブランド曹操とのコラボです。セット内容はケース一筆線30枚、封筒5枚、ボールペンです。ケースの表は全面にプリントがされております。そして中には封筒一筆線を収納できます。そして雲馬と長寿ギガは一筆線の裏にプリントされております。ボールペンのクリップ部分には曹操のブランドロゴが入っていますね。豪華なセットおすすめです。10月15日キャトルセゾン、置いてもおしゃれな持ち手付きハンディクリーナーブックが発売されます。今年35周年を迎えた雑貨店キャトルセゾンの初のブランドブックが登場です。スペシャルアイテムはハンディクリーナー、別売り炭酸型乾電池2本使用の乾電池式でコードレスなのが嬉しいポイント。握りやすく持ち運びしやすいサイズで気になる時にささっと使えます。ゴミ捨ても簡単にできるのもポイントです。そしてお部屋に出しっぱなしでも絵になるおしゃれなデザインもいいですね。食卓やソファー、勉強机、車の中など食べ残しや小さなゴミが気になる場所にぴったりです。いかがだったでしょうか。ここまで10月10日から10月16日までに発売予定の雑誌とムックボの付録合計12冊紹介してきました。来週の付録は少なめとなっておりますが、スイート、ダイム、ブルボンは要チェックですね。気になっている付録は早めにチェックしておきましょう。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますので、ぜひ参考にしてください。そして Twitter、Instagram でも付録情報を発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。